はい、スイです。今回も Going Very Far やっていきたいと思います。はい、で、こちらはね、0.12.1 になってから初の、撮影になってますね。前回っていうかね、前のパッチの説明のすぐ後になります。で、そうだ、ちょっとした変化といえば、ちょっとした変化じゃないんでね、結構いろいろあって、まず、犬が実はメスだったことに気づき、名前をちょっと変えました。オスが来たらチャイにしますね。と、鶏のね、出産ラッシュ激しくて、ちょっとね、パパってやった間にね、どんどん生まれて、2匹生まれたりとか、1匹だったりすることもあるけど、すごく増えちゃってます。だから、鶏大状態、すごいね。で、なので、将来的にというか、もう、すでに決めてあるんだけど、オスにはね、名前をつけていません。メスだけね。クック、ユーグルドゥ、ポケ。ポケコッコかな、うん。と、なんだっけな。デキニコニコデキだっけな。なんかスペインとね、いろんな国の鶏の鳴き声で、鶏の名前つけてるんだけど、クック、ドゥドゥドゥがいきなり終わっちゃったからね。動物になってる。で、オスたちはちょっとね、オスはね、選ばしをポケコスが、代々引き継いでいく方にしようかなと思っています。まあ、ポケコス2世3世いつ生まれるのかというところ、うん。で、動物もね、かなり増えていっているので、猫も生まれました、そういえばそう。猫生まれました、1匹。で、猫がね、ちょっと増えすぎては。で、次ではどうするっていうところで、一匹じゃねえな、二匹生まれたんだっけ。ベリーと、シュガーが、ビスケ、あ、違う、うんとね、一匹ずつ産んだね。すぐポンポンって感じで。二匹同時って感じじゃなかった。鶏でね、パパーって二匹出たんだけど。ということで、まあ、シュガーのね、子供たちなんで、ビスケットとクッキーにしてあります。で、大人だったら外獣駆除任せようかなって思ってます。シュガーは、あれだ。まだペットになってないね。生まれたね、猫は最初からペットでした。うん。あ、このぐらいかな、まあ、まずは。で、ちょっとそう、売り物、まあ、もう買ってるんだけど、まあ、売り物も、パッチ当たってから、ね、表示が変わるかなと思うんで、ちょっと見に行こうと思います。スピードアップ。なんとなく変わらないね。うん、その表示方法とか、うん、価値もそう、変わってない感じかな。うん。あ、でもね、シャペロン、鹿の皮って書いてある。うわっほー。なるほどね。ああ、そういうのが出るようになったんだ。まあ、牛もね、その、お牛はさ、ね、が増えてきたら、というところ。で、動物の皮によって、寒さ、防寒に与える効果とか、ね、ウールだったら防寒強くてとか、雨だったら、ね、夏の暑さに強くてとか、そういったところも将来的には追加されるのかな。こうなってくると、ここら辺買っときたい。これ買うか。提供だね。そうだ。俺が持ってるの。うん。くなってくるね。で、卵ってそこそこ高く売れるんだね。いいですね。まあ、卵料理が高く売れるんだったら、卵料理もね、高く売るとかもありみたい。はい。OK です。そしたら、そうだね。あ、ここに置いてある皮も、実は、鹿の皮ということにされてるんだろうね。おそらくね。うん、うん、うん。で、鹿以外も飼ってたりする。売れたもんね。おー、でも朝のいっぱいあるね。朝のいっぱいってことはさ、ラグの研究したいね。もう本当に、だから逆にさん忙しくて死にたい、お前。最高中で執筆中、そうだね、執筆中。なんで、ちょっとね、研究をね、すごくやっていきたいですね。すごくですね、これは。うわ、新しいのってレベル、45必要なんゲゲ。嘘やん。ちょっと待って、木造とかも46か。うわ、木造、
いやらしい。教則も5個使うじゃん。適当も。うわぁ、いやらしくいい。で、銀メッキは ?RM5 か。なるほどね。結構すごい研究。そう、研究増えたらいいよねって。なんかちょっと前に話したばっかりだったのに。まさかよ、まさか。お前やってくれたな。いい仕事したね、ホクテル。ということで、まず診療ベッド作りたいね。それなぜかというと、戦闘が激しい川ではなくて、医務室を作りたいからです。以上です。それと、あ、でも絨毯も作りたい。絨毯先に作りたいな。うん。で、絨毯まず行って、で、これいつもね、ここ、32やった後も15追加だよってやってたんだけど、なぜか45が多いから、どうしようかな。45をデフォルトにしてもいいですね。でもそんなことないか。新追加のだけが45だから、いつも通りやろうかな。ここ15にして、まあ、30終わったら15やってくれよを、まあ、必要な時だけやっていこうかな。うん。本棚の仕様とかも何も変わってないね。よしよし。で、それでね、ちょっとね、快適度をね、あ、まあ、これ、そうか。大広間になってないから快適度上がってないんだね。いろいろね、あ、まあ、そうだ。この招待の休憩場所もこっちに移動させたりとか、もういろいろね、そう、街のね、やってね、街のコンセプトが決まったので、まあそのコンセプトに向けて、やってたりとか、していきたいですね。ちょっとこれ、この畑の部分があるからね、俺がやろうとしてるコンセプト少し難しいかもしれないけど、まあ頑張ってね、やっていきたいと思います。じゃあね、できるところから変えていこうかな。うん。あ、本当は養蜂場もね、それに合わせてね、意外といい養蜂場を作ろうとは思っているんですが、まあ、後回しかな養蜂場はね、我が国の、主要産物であるんだけど、じゃあまずできるとこかということで、今回はこれをどかしたりとか、そうだね、もういきなりここをね、大きくしちゃおうと思います。その祈りの効果。で、ラグがさ、登場するはずだから研究終わったら、そこをね、活かして、いいラグ。いいラグじゃねえんだわ。いい研究所を作っていこうと思っています。祈る場所で、どれだけの効果があるのか、奴らに。今は、みんな祈った後でしょ?プラス2だよね。普通って書いてあるね。それが効果になるかもしれないんだね。ちょっと見てみたいですね。で、多分部屋に、豪華、あ、部屋に豪華さがあって、豪華さを放っているはずなんだよね、ここら辺。だから何かを感じてるような気もするんだけど、何もない。何もない。今のところ何もない。いい効果が与えられるって書いてあったんだ。あった、あった!これちょっと、おそらく、これの、パッチの説明では発見できてなくて、追加して、言ってなかったんですけど、おそらく追加で入れてます。今言うのと同じのが入っているかなと思います。はい。発見しました。この、起源ではなくて、ステータスのとこに美麗がありましたね。今72ってことかな。75で心地よい環境、85で美しい環境。あー、なるほどね。ジャグミさんすんごい美しいね。自分が美しいからなんだよね。あ、ターゲット来て多分90に向かっていってるっていうことか。あ、だから俺は44に向かっていってるんだ、今。美しくないとこにいるから。ジャクミナさんは多分部屋の中で美しい自分が作業してるから美しいままなんだね。ってことは美しい環境にいるということは、どうだろう。美しい環境プラス 10! すごい!え、これやばくない?え?他の誰もない。あ、ジャクミナさんは自分が美しいだけだ。から高いんだ。あと部屋の中にいるからね、多分。うわ、これはすごいぞ。すごいね。ということが分かりました。では、物語に戻ります。で、ということはちょっとね、ちょっと見よう。水が部屋の中入るとこみたい。部屋ではないな、部屋ではない。あ、でもそうか、ターゲットで動くから、このゲームって、も、どっかに、今すぐじゃなくて、ターゲット74%に向かって上がっていって、今74%すぐ上がった。どうしてだ?で、どこにいる?どうして74%に上がったんだ、お前は。さて行こう。トニーの美しさが74%、76%になってた。
木々が美しいからか。そうか。お前の美しさを表示せえ。隠しパラメータかな。ちょっと、ついでに。さあ、鹿のこれね、多分、オスだよね。メスしかいねえから。成功するか。わお、わお、家畜化に成功してるんだけど、一発か。あ、いや、何度見かせてるからか。よくやった、お前。うわ、かっけえ。バスターだって。バスターでいいよね。ほんとに？バスター。バスター。これからお前も一員だよ、ここの。いや、こっちにそう、大物さ、少なくてさ、ちょっと寂しかったんだよね。全然誰ですか、あなた。猫のシュガーさんがいるんですね。猫は自由でいいよな。あ、フェロー教科、いらねえ、いらねえ。買ったんだ。もうすまんな。いろいろ買わせていただいたはずだ。あ、もうできてる範囲や。我々優秀だね。そしたら、研究を待ちつつ、屋根つけたりとか、やっ、そうだ。何に行ってきたの？マジか。悩むよ。石のが美しいんだわ、とか思っちゃうけど、はい、いただきまーす。お、動けないの647。普通。わー、広くした、広くしましたが、広くしただけ。このぐらいの広さね、まだ普通だね。豪華さが足りないね、豪華さが。あ、フリースペース63。うん。ビューティフル4ってか。あ、これビューティフルか。部屋のビューティフル、これか。あ、イエス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 。なるほどね、なるほどね。OK です、OK です。だから、これでね、よりね、いい部屋が作る。土台ができたってことだね。まだまだだね。What? あ、床のビレードがある。2だ。あ、全部木造だな。あ、いや、ここは？ビレード5。ブロックは5です。あれなんか枝でどっかつく、石かなんかつくなかったっけ？キッチン石。あ、石で作った、ここ。石で作ってるね。石、あ、ビレード2。ああ。はいはいはい、そうなんだね。やっぱりブロック、そういうことだね。美しくしたかったら、レンガじゃないけど、まあまあ。ブロックを使えってことだね。枝は美しくないんだろうな、きっと。どうせ、あ、書いてあった。あ、書いてあるわ。価値も書いてある。あ、なるほどね。じゃあもしかしたら、あ、ビレードある。価値、ビレードあるね。あ、全部にあるね。あはん。はい、アイテム、最後のね、最後の追加になると思いますが、アイテムにも、価値とビレード、作るとこでね、見れましたね、全部。ここら辺ですね。で、これで、まあ、建てる前に、どれだけ美しいかとかがわかるんだね。なるほどね。罠にも、マイナス5。で、価値はある。プラス4。畑は？畑はこれか。収穫高1。なんで収穫高まである。あ、こんなん見れたんだね。建材には美しさはないね。価値だけだ。
あ、でも屋根にはビレードがある。どこどことか全部ゼロだわ。あ、階段にはビレードありますね。うん。やっぱ全般的にブロックだね。あ、粘土ってビレードないのか。カーチも低い。断熱は高いんでね。特別だよね。そこはね。あれ、すごいこと気づきました。今、動物小屋の、温度を見てたんだけど、温度じゃないね。ビレードとかって何、どのぐらいかなって、まあ、あんま関係ないと思うんだけど、見ていたら、まあ、ここで働く入植者に行こうかと思うんだけど、温度がね、外気温と違う。今までは外気温と同じだったから、動物たち暖かくなかねえのがクソと思ってたんだけど、俺動物たち暖かくしてあげたくて、いつも。意味ないけど、そのブレイジャーとか置いてたんだけど、これブレイジャー意味あるかもしれないね。ここ。多分広さ的なものが狭くなって、窮屈だぜってことになると思うんだけど、ブレイジャーのおかげで暖かくなった方がいいです。まあ、ゲーム的にね、効果、意味がないかもしれないけど、そんな関係ないよね。暖かくしよう。1個じゃ足んないと思う。とりあえず1個だけ置いてみて、様子を見たいと思います。やったね。これで、動物たちが暖かくなくてすごく嫌だった俺の、この感情だが解消されましたね。ゴミとさしよう。真ん中に置くか。はい。今朝起きる前にちょっと見ていたんだけど、全部、寝室に名前がついて、水ミカサの寝室、寝室、ジャクナイムの寝室、ヘレネの寝室、レイナードの寝室、フローレンスの寝室。すげえいいじゃん。なるほどね。まあ、共有寝室とかは、誰の手つかないと思うけど、まあ、そこでね、ベッドは指定できるんだろうね。むちゃくちゃ良くなったね。なんか、やって欲しかったことを、まあ、全部じゃないけど、一気にやってくれた感じだね。素晴らしいパッチですね、これは。で、朝ね、ちょっと仕事に起きていくのをみんな見ながら、そうなんだよ。鶏出産ね、4ヶ月、4周期に1なんで、だから結構早く産むはずなんだよね。4周期というのは4日なのか、4季節なのか、どうなのかわからないけど、だからまた産んでくんねえかな、産むとこ動画に収めたいなと思ってるんだけど、なかなか産んでくんないね。むちゃくちゃ増えてるのに。で、そうだ、ちょっと動物の餌がないんだね。からここら辺でね、動物が食っていい野菜を育てようかなっていう計画をね、今立てています。前もやったよね。前大麦でそれをやろうとして、大麦が、大変、収穫がすごく大変で大変なことになっていたんだけど、だもっと簡単なやつ。みんなね、見たら何でも食べるみたいだし。あ、そうだ、何でも食べると言ってもだよね、記録じゃねえわ。何でも食べると言っても、あ、そう、赤すぐり食べるのかなと思って、赤すぐり食べるんだったらみんながね。あ、狼は赤すぐり食べない。あ、決まってる。決まってるね。そうなんだ、そうなんだね、そうなんだね。肉系なんだね。はいはいはい。まあ、狼は別に肉系でいいんだけど。あ、しかも、あ、全員、草食系は、同じ、いや違う。生地は、なんだこれ。専用赤松食えない。
っと待って、イノシシは木食うのか。恐ろしい。ネズミも肉食かつ、あ、雑食か。雑食だけどなんかちょっと種類が少ないね。赤すぐりの柿は食べるんだね。赤すぐりは食わねえのか。で、牛も赤すぐり食べる。あ、じゃあ赤、でも赤すぐりさ、いいんだけど、ここが赤すぐりだらけって嫌じゃないですか。そう思ってその大麦にして牧草っぽくしようと思っていたんだけど、でも一部に赤すぐりがあるのってなんかちょっと素敵じゃない？まあ、餌ね、あげられんだけど、藁で。ちょっとした、そのね、食のレパートリーを増やしてあげたいなというのもあって、本当は人参とか植えようかな、ね、思ってたんだけど、赤すぐりだと、種植えがなくていいから、で、収穫もしないに設定しようかなと思ってるから、こんな感じ？ここだけ、赤すぐりですよっていうのは、あれだよね。何にもさ、植物入ってないとさ、寂しくて。ニワトリこそ大麦とかね、小麦をね、やってあげたいね。うん、ちょっとね、研究が終わらないと、おーっと、今持て余してるから木切らずに行ってきますね、また。冬のね。あ、で、この年ね、熱波来なかったんだけど、寒波来ました。で、寒波で、何人かバタバタ倒れたんだけど、まあ、なんとかね、なったかな。で、そう、これで研究をするんだけど、もう研究、あ、ちょっとまだじゃん。あと1じゃん。研究するんだけど、そう、その概要で見れるんだね。野生動物。野生動物が見てるとすごく少なくて、これ、キツネとかオオカミが食べちゃうからかなーって思っているので、ちょっと飼っちゃおうかな、と思ってます。オオカミのオスは、仲間にしたいんで、頑張らせてるんだけど、見てるとね、これ反撃確率 30% でしょ？こいつ、この狼ね。この狼は、例えば、あ、全然開いちゃうと思った俺も。失敗すると、周りの狼が攻めてきて、で、水が行ってて、水がね、周りの狼2匹ぐらい殺してたんだよね。そんな感じで、こいつはなんとか生き残っている感じだったんだよ。すごいな、こいつはさ、絶対いないから食べに行こうとしてる。全員同じターゲットじゃないこれ。何を狙ってるか見ようか。あ、ちょっと待って、うちの動物じゃねえだな、お前たち。よくないですね。うわぁ、よくねえ。どこ向かってる、どこ向かってる。こっち何がいるんだ。あ、鹿がいる。そう、やっぱりね、減らしちゃうわ、こいつらが。ダメだわ。だから、こいつはね、って名付ける予定だけど、もう、この、狼、ネズミはね、生かした量増えると思うから、あ、もうやつの周り、やつの周り。で、最悪狼にどうにもなんなくて、全滅させちゃった場合もあり。その新しく生地とかさ、やっぱ仲間にしたいし、大マップだからね、もうちょっと動物湧くと思うんだよね。鹿をスルーしてどこに行くの、お前たち。あ、上、この上に何かいるのかな。すげえ多いじゃん。ベリー？あ、違うわ。あ、哀れネズミ。超哀れ。うちのベリーにも追われ。ベリーの飼いの様を見ようか。飼いというか、害獣駆除ですよ、害。あ、そうか。ネズミってさ、害獣だからさ。で、こちらがさ、ベリーに襲いかかってこないことだけが本当に重要。今それだけが重要。ベリーは害獣を駆除して満足。まあ、え、お前たち食べればいいじゃん。あ、別のやつ攻撃してない。今思ったそうに。ボルカがここに来てんだけど。一気ボル、あ、ボルカが、何を運ぶの？ネズミ？あ、ネズミ食いに来たね。ああ、いいね。しょうがない。これが弱肉強食の世界よ。あ、そのまま寝る。おー、そうなんだ。なるほどね。いや、自然ってのは恐ろしいね。ちゃんとあれだよね。うちの動物たちが狙われてたら出るよね。狙われていますとか。狙われていますも出ないでやられちゃったら嫌だよ。野生動物がかなり少ない。120% にしてこの少なさなんで、なんかちょっと動物たちでね、うかうかしたい人は 150% と 200% ぐらいでいいんじゃないって思っちゃいますね。弱、ああ、狩り中か。
あと何やってんの？なんかやったな？運搬しなくしてるからね、多分、狩り終わったら、ほうって戻るんで、陽気だって。あー、すごい、これ、何これ。陽気というインスピレーション、要はすんげー、要はさ、陽気なのはさ、多分、ないね。あ、変ね、わ、細身なんだ。でも美しさとかいろいろあるからね。これの、多分、美麗の、あれを食らったんだろうね。すごくいいですね。あ、快適さもここにあるね。超快適、快適。あ、超快適なんて簡単だね。60% でいいんだって。磨いていくんじゃね？いかねえか。むちゃくちゃ木が切ってある。あ、でこれマップ広いにしてもさ、もうここまでなんだ。意外と狭くない？ね。広いにしてよかったかもしれないね。この狭さで。うん。なんか、俺が思ってたより狭いもん。すごく。あ、動物のグループ、鹿6頭が、来たんだけど、これ多分すぐどっか行っちゃうんだよね。だから、どうだろう ?1、2、3、4、5、6。この下の6頭だと思うんだけど、下の6頭はね、全部飼っちゃおうかな。ってことだよね。じゃないと、なんだっけ、リムワードでもスランボの群れが来ましたとか来ると思うんだけど、多分そういうのと同じなんだよね。どっか行っちゃうんだよね。という、午前2時でした。うわ、ちょっとね、今見ていない間に猫のベリーがやられてしまったね。おそらく、恐れていたことが起こったね。食べ物がな、いいわけじゃないんだよね。絶対鹿がいるんだから鹿やればいいのに。猫のベリーを攻撃したのによかわらず表示が出なかったね。多分この狼だね。この狼空腹だから、確実に、あ、うちのロバも狙っているね。はぁはぁ。はぁはぁ。お前がそういうつもりだったらちょっとごめんね。やり直すんだけど。そういうシステムですか。はいはいはい。なるほどね。で、今回はこの、ベリーの仇を撃ったところで終わると、ちょっとロバ。無理だよね。ロバでは戦えないよね。あ、でも、あ、なんだ。ロバが来たら逃げたぞ。お前。このロバを狙ってはいるが、狙えな、あ、ロバは戦えないよね、おそらく。そうだよね。あれ、人間たちも気づかぬふりかい。あ、でも人が来ると逃げるから。ね、質感、いや、強、ロバ強。猫は人まで少ないからか。ロバ家の中にも入れるから、逃げ寄せてるね。で、このお金どうするつもりだ？うわ、次は、ちょっとね、勝てるかどうか見たい。猫って戦えんのかな？シュガー、ベリーの敵撃てるか？あ、柵の中に入ったら逃れられてる。でも、前にやった時は柵入っていったよね。動物小屋の柵に狼が入っていって、鳥とか、ウサギとか食い散らかしてたから、でも、ここに入ったら逃れられたね、今。いや、ちょっとね、やろうと思ってたシステムをちょっと完了させないといけないね。完了させないといけないし、まあ、狼覚えてろよ。っていうところです。はい、というところで、ここにね、行商人がいるんで見ていただいたらお分かりになると思うんですけど、オートセーブを3日に1回の割合にしていた都合上ね。戻りました。スタートに。なので、すべてこのね、ここの改築とか、を完了させつつ、先に狼を
載せておきます。載せておきます。研究用の先にね、載せておきます。で、それで、ベリーたちを守りながら、あそこまで復旧していきます。はい。ということで、次回にはね、それ終わってると思うんで、はい。本日は最後に来ていただき、ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。